はい、遠くあり久しぶりです。ちょっと寝起きなんですけど、引っ越しがまだできそうにないんで、ちょっとコビの横の部屋ちょっとだけ掃除して、トークできるスペース作ったんですけど、このピンクの歌ちゃうわ、板の後ろ ぐっちゃぐちゃですもん で、今日はこれ食べたいと思います。母が持ってきたやつなんですけど、カモメの卵の期間限定なんかな、これ。リンゴとレモン食べたいと思います。それじゃいただきます。ちょっと髪の毛ボサボサ。さっきリンゴ、はこの間実家で食べたんですよ。こんなんです。うまっ。なんかカモメの卵って和と洋がなんかミックスしてる感じなんですよね。レモン初めてです。美味しい。食べたことない人は、これも美味しいんですけど、いっちゃんノーマルなの食べてみてほしいです。ほんま美味しいんですよ。で、引っ越しがさ、遅れてるのが、私古い家を買ったんですよ。だからそのリノベーションするのに、工事がなんか最初はゴールデンウィーク前ぐらいにできる、工事完了がゴールデンウィーク前やったんですけど、なんかだんだんずれ込んで、まだ今も終わってないです最近あったかいんか知らんけど、これがちょっと柔らかめです。気づかんかった。なんか真ん中にソースみたいなの入ってますね。全然気づかなかったです見せんの忘れてました。準備してたのにこっちがレモンです。で、こっちがリンゴなんですけど、中にね、こんなやつ、これが2つ入ってるんですよ。で、これ1個に3個入ってます。だから計6個入ってます。なんか説明下手くそですいません リンゴの方はソース入ってないと思います。これもらったからはあんまわからないんですけど、値段もそんな高くないと思うんですよ。なんか前
調べた時1000円せえへんかったような6個入りのやつは。あ、そうや、あのなんで今日こんな量少ないと思った人おるんちゃうかなと思って、あの一昨日からダイエットしてるんですよダイエットしてんのに何食ってんねんって話なんですけど、あのその今私60キロじゃないですか、でもう夏じゃないですか、ちょっと痩せなあかんなと思って、であの彼にあのあ彼は別に痩せんでもいいって言ってくれてるんですけど、私がもう嫌やから、で55キロになったらえな何買うてくれるっていう、そういう取引でピザの L サイズ買うてくれるって、やからちょっと頑張ろっかなと思ってけどこの今週末にあのそれと別にピザ食べる予定あるんですよ、やからあんまり意味ないかなみたいなあのトーク久しぶりすぎて喋りたいことがなんかいっぱいあるわしかも全然まだ痩せてないんですよ、何も変えてないからそれ痩せるわけないよなみたいな、食生活も変えてないし、運動も最近あのコビがあの嫌がるんですよね行くの、だから行けなくて、あの引っ越したらあのランニングマシン買う予定なんですけど、ちょっとあれで頑張りますああ私レモンかリンゴやったらリンゴかな、茶でめっちゃどっちも美味しいんですけど、多分このカバーがチョコレートっぽい味がするんですよ、で中がそのあんこ白あんなの、これは黄色も白あんなんですかねほんまに、けどカモメの卵は外れないです。めっちゃヘリコプター飛んでるあの窓際やからめっちゃ音が、だから一応ダイエットしてるんでちょっと量は少なめにするかもしれないです、動画の食べる量どうやろ続くか分からんのですけど、あー眠たい、多分まだコビが起きないんで二度寝すると思います、私もこれ食べたら
嫌から痩せへんねやんな。それじゃあごちそうさまでした。また。